今朝何時？ 7 時前ぐらいなんですけど、ココさんお腹が空いてるんでしょうか。ちょっとさっきワンって言ってね、ちょっと怒っちゃったので。ココちゃんはでももう分かってますね、この顔ね。とりあえずうまく取れるかどうか一番心配してるのはココちゃんです。あげようか。あ、そうだね、食べやすいように。あ、お待てよ、よしよし確認しました。確認したの、美味しいかどうかチェックしたの。どう、ここちゃん。よし。あ、あら、よかったですね。迫ってくる、美味しいんだ、美味しいんだね。よし、ココちゃん。よく、待てよ。よし。よかったね。うん、ちょっとね、夜ご飯少なめやったよな、ここにしたら。うん、よし、うん。ちょっと少なめやったんで、おやつをね、昨日多めにあげたんですけど、やっぱりこういう、なんていうのかな、ココさんの慣れ親しんだ肉っぽい感じのものが食べたかったんだと思うんですよね。あら、よかったね。不機嫌やか。朝から不機嫌なの。おい、飯はっつって怒られる。飯はまだか、散歩終わったぞ。よかったね、ココちゃん。まだまだまだですか、パパって言ってる。絆の方がこんな、それで落ち着いてる。うん、ちょっとこれで落ち着くんじゃない。うん、うん、もう最高ですね、ココさん、美味しそうなお顔が。もう終わった終わった。ココちゃんお腹空いてるんですけど、ワンちゃん用のご飯が早速やってきました。かわいいね、これ。なんかお馬さんの形に切った大根かな、これ。どう、骨の、なんだろうな、あれですね。でもこれ本物の骨じゃないな、食べれるやつだ。はい、そしてヨーグルトがついています。すごい、これ崩しちゃっていい。そう、崩しちゃうね。オッケーオッケー。すごい、馬のなんか、そう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 。でも、なんだろう、なんだろう、なんだろう、何かがわからないけど。おい、あ、こっちで崩した方がいいか。こっちで崩そうか。そうやね。ね、これ船で食べてもいいらしいけど、よく考えたらココちゃんこぼすから。こっちの方が絶対いい。よいしょ。結構なんかしっかりボリュームがありますね。すごい。何、美味しそう。ココちゃん美味しそうだね。ちょっと待ってね。この骨の部分も食べれるんですよね。大丈夫です。いわゆる骨型のカフェになってます。あ、そうなんですね。ゴミしてるな。あ、いいな。あら、ワンちゃん用の。本当だ、綺麗。こっち向けよ。よ、待てよ。よし。おい。おお、美味しそうで食べるね。おお、ココさん、美味しい。ガンガン食べてる。美味しいね。おー、美味しそう。このお肉あれじゃない？お肉大きいかな。大きい。ここじゃん、パパがお肉割ってくれたね。ガムやからこれ最後に歯磨き的な感じでいいんだよ。あ、お肉気になる。お肉。何してんねん。ココちゃん、パパそんなんしたら上手に割られへんで。ココちゃん必死に食べてますね。
落ちてる、あ、落ちてる、よう覚えてんねん、落ちてるって自分でわかるんやな、落とした、しまった、落ちた、おいしい、カモもおいしいな、全然食べてない急ぎすぎや、はい、はい、はい、まだヨーグルトがある、ここじゃん、ヨーグルト、よし、すごいね、勢いや、人間の虫も人間のご飯も準備万端になりましたね、うん、ヨーグルトおいしい、ヨーグルトおいしいな、よかったね、結構ボリュームあったね、うん、うん、よかったよかった、朝ソーセージも食べてるから割とお腹がいっぱいになったんじゃない、取れてない、取れてない、いや、ほら、湯葉じゃん、これ、湯葉、湯葉とか食べてんのすごいね、お犬様やな、もういいか、もういい、ごちそうさまできたかな、よし、はい、美味しかった、はい、ごちそうさまでした、ここちゃんよかったね、はい、ごちそうさまでしたやね、それふかながまたデロデロになってやん、人間のご飯もしっかり用意していただいております、はい、ここちゃんごちそうさまでした、おお、この量すごいね、あ、そうなんですね、すごい、おいしそう、ごちそうさまでした、おーい、大好きです、これが餅、うん、おいしそう、こっちにマットを敷いているのに畳で寝ると、ここちゃんおもむろに移動してマット使ってくれました、嬉しい、どう、ママが用意したマットはふわふわやろ、寝てるわ、疲れるわ、何回かここじゃん夜起きてたからさ、うん、でも3回ぐらいかな、成長したなと思ったよ、あ、ソーセージあげたよ、ああ、あれと合わせてちょうどなんか膨れたんやと思う、ね、ガチにしてるで、ひと夏の思い出になりましたね、うん、最後にもう一回温泉浸かりたい、大浴場ってなんか怖いの、人がいないと、誰かがいてくれたらいいけど絶対の保証もないやん、ない、なんかこう髪とか洗ってる時にさ後ろがガラーンと開いてるやん、怖いって思う、なんか子供か、結婚するまでかな、シャワーさ浴びるのでも怖くて、家でもさシャワーヘッドでこうやって洗うと思う、普通ね、私逆でこう壁に背中向けてこうやって洗ってて、ほんまに背中が開いてるの怖いもん、なんか明太子残してるやん、あ、ありがとう、ああいう景色を見ながら朝ごはん、ん、ああいう、ああいう景色、おはよう、おはよう、ちょっと寝てた、ここじゃん、寝きました、起きた、ちょっと起きて、起きてきた、ここちゃん、ここちゃん、おはようございます、これカメラ映してください、かわいい、かわいい、かわいい、あのお姉さんがいつ来るか分からへんからリード外され、お姉さん待ち遠しいね、お兄さんに会いたいの、また、はい、今ねもうチェックアウトしようかなと思ってるんですけど、今気づいたのなんかいろいろこの辺りの案内ですね、ワンちゃんと一緒に、楽しめるようなスポット、今回は本当に暑いので季節的にね、あの、まあ、ちょっと川もあの雨で増水してるだろうし、ちょっとお宿を徹底的に満喫しようということでお外行きませんでしたけど、涼しい季節だったらな、こんなん見ながらいろいろ行きたかったけど、素敵なお宿でした、のんびりさせてもらった、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします、というわけで修善寺絆泊まってきました、いや本当ね、どこにも行かないで旅館だけで過ごす夏休みって初めてで新鮮でしたね、室内ドッグランとワンちゃん用の食事目当てにお邪魔して、いや現実から離れてねリフレッシュさせていただきました、個々の成長もよくわかる旅行となってよかったなと思います、じゃあまた。